どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、中日ドラゴンズ自由契約選手誰を獲得する、この話をねしていこうと思います。今ね、中日ドラゴンズはね、やっぱり左打ちのね選手がちょっと少ないと私は思っているんですよね。だから野手に関しては左打ちの選手が欲しい。だからね、この選手はどうですかね。外野手は育成を合わせて12人しかいません。一人はね、外野を取っていいと思っています。その選手は西武の中見川選手ですね。年齢は21歳です。ファームで11試合に出場して打率は3割4分5厘1本塁打5打点です。でもしかしたらね、まあ西武がね育成枠で契約をするかもしれませんよね。でもね、中日ドラゴンズはね、まだ支配下の枠が余っています。だからワンチャンね、この中見川選手をね、私はまあ支配下登録してもいいんじゃないかなって思っていますね。バッティングが売りの選手なんでね、今外野だったらね、中日ドラゴンズの左打ちってまあどちらかというと走攻守3拍子揃った選手が多いですよね。だからこういった中見川選手のようにバッティングが得意な左打ちの外野手をね、一人取ってもいいんじゃないかなって私は思っています。またね、今の中日ドラゴンズは内野手もね、一人はねいていいと思っています。阪神のね山本選手はね、獲得してもいいんじゃないんですかね。この山本選手はですね、セカンドとショートを守ることができる選手です。今シーズンね、1軍での出場はありません。でもね、6年間で341試合に出場をしているんですよね。実績はもうある選手、それが山本選手ですね。そして今の中日ドラゴンズって内野手がね、もうみんな若いじゃないですか。とにかくね、若くてまだ実績がない選手が多い。だからね、このまあベテランに差し掛かっている山本選手をね、獲得をしてもね、いいんじゃないかなって私は思っています。そして3人目はね、まあ投手もね獲得していいんじゃないんですかね。やっぱりね、中日ドラゴンズって投手を中心に守り勝つ野球ですよね。だからね、投手はね一人でもね多い方がいいと思っています。投手にね大いに越したことはありません。だから私思いますね、オリックスの吉田亮選手をね獲得をしてもいいんじゃないかなって思っていますね。このね、吉田選手をですね、まだまだ中継ぎで起用ができる選手で、即戦力はね、間違いないと思っています。またね、この吉田選手をですね、中日ドラゴンズの小笠原慎之介選手と同じ東海大相模の選手なんですよね。今シーズンの吉田選手の成績は19試合に登板して0勝0敗4ホールドです。まだまだね、戦力としていけそうな気がするんですよね。なぜね、オリックスはこの吉田選手を戦力外にしたのかね、ちょっと理解に苦しみますね。だからドラゴンズはね、この吉田選手はね、獲得をしてもいいと思っていますし、この吉田選手はですね、やっぱりね、同じ高校で同い年の小笠原慎之介選手に対してね、とてもねライバル心があるみたいなんですよね。だからね、この吉田選手をね獲得すればね、お互いこう相乗効果で能力が上がってってね、吉田選手そして小笠原選手がね、もっともっと戦力になるかもしれませんよね。そしてね、今の中日ドラゴンズの支配下登録枠は61です。まあ私が思うに、自由契約の選手だったらね、1人もしくはね2人ぐらいはね契約をしてもいいと思っています。